今世界で一番強いですよ。僕らも嬉しいです ね、はい、相撲がまた活性化しますもんね。ということで皆さん本戦の方頑張ってください。よろしくお願いします。チェスということで本日の2問目、各チームの予想はご覧の通り。決勝トーナメント1回戦第4試合、ヒクソン、ノブラ、フショード、オールチャンピオンズのパスト、I am the champion of today. Don't you think? Kick it. 鋼のような筋肉の鎧を身にまとったリアルモンスター、現人類最強候補筆頭、アリスター・ウォーフレイム。ドリーム、ストライクフォースと総合格闘技でチャンピオンベルトをかっさらい、2010K1 ワールドグランプリでもチャンピオンに。総合立ち技で無敵を誇ったアリスターが次に照準を定めたのは相撲。 I'm gonna be the3 strike force and 4 is sumo。 競技が何であろうと彼は負けることが大嫌い。ボーリングが相手でも yes! パンチングマシーンが相手でも、すげえ一番、たとえ一般人の相手でも、I'm gonna destroy them。 今宵、現人類最強候補筆頭が現芸能人最強と土俵で決着。史上最強のセミプロ、ボビー・オロゴン。2011年ガチ相撲トーナメント春場所、過去ダイナマイトにも参戦した格闘家としての一面も持つこの男は、その力を遺憾なく発揮し、見事芸能人予選を制覇。しかし決勝トーナメント初戦、プロレスラー中西学に あっさりと敗退。 あれがでもすごいんだよね。いやーちょっと悔しすぎる。超かっこ悪い男だよ。その結末はあまりにも情けなく、男は土俵を去っていった。あれから5ヶ月、再び土俵に上がる今、何を思うのか。男はあの日のことをこう振り返る。予選で疲れ力を使い果たしたから、ああいう結果になったんだと思うよ。芸能人力士たちを圧倒的なパワーでなぎ倒し、見事2大会連続で予選優勝を果たしたボビー。この芸能界最強男に対するはアリスター・ウォーフレイム VS ボビー・オロゴン。東からアリスター・ウォーフレイム選手の入場です。土俵にこの男がついに上がる。1980年オランダ生まれ31歳、総合立ち技ともに世界のナンバーワン、人類最強の呼び声高いアリスター・ウォーフレイム。いやでもなんか2人見たらなんか怪物がもうねえ、マトリョーシカみたいになってもう出てきた。ちっちゃいボビーが出てきた。オフレも開けたらボビー出てきた。
相撲をでもね、どういうふうに理解してどういうふうに戦うのかっていうのが見ものですけどね。大金星みたいな。本戦トーナメント1回戦第4試合です。おめえ、1回戦の最後の試合を迎えました。東アリスター・オークレイン、西ボビー・オードン。ボビー頑張ってよ。人類最強と言われるアリスターの立ち合いは、花田さん、どんなことをしてくるでしょう。そうですね、立ち合いのボビー選手が下に潜ったら、勝つ可能性強いと思います。さあ1回戦の第4試合、ボビーを下に下げたら突き落とし、アリスターの勝ち。どうしよう、勝されました、ボビー・オロゴン。アリスター・オフレーム、難なく1回戦を突破しました。またじゃねえか、真剣にやったの、ボビー。この後、決勝トーナメント準決勝、いよいよベスト4が生き残りをかけて激突。決勝トーナメント準決勝第2試合、田村清志 VS アリスター・オーフレイム。うわ、どっちだろうな。うまいんだよな。有吉はね、田村選手を優勝、はい、候補に挙げてますから、もうさっきのヒロトの試合ももう圧倒的にうまかったですからね、相撲が、ちょっとこれアリスターに勝つんじゃないかなと思いますね。振り回してもらえたよね。花田さん、いかがですか。アリスター選手はですね、脇を絞ってこう隙を作らないで来てるんですね、その隙を田村選手がどのように見つけてついてくるかっていうのが、決勝に進出した菊田の相手となるのは果たしてアリスターか、それとも田村か。準決勝の第2試合を迎えました。うわ、赤の締め込みの田村、緑の締め込みのアリスター。さあ立った、お互いに見て立った。アリスターが押した、アリスターが押した、田村これしかし押した、押し出し、アリスターの勝ち。すごいパワーだ、パワーがな。勝者アリスターオフレーム、田村を下して決勝進出です。リプレイです、はい、互いにちょっと見て立ちましたけれども、見て立ちましたけども、はい、潜ろうとしたんですけど、田村選手がでももう疲れたんで、もうどうすることもできなかったですね。相手の体に触ることができませんでした。アリスター・オーフレーム決勝進出です。アリスター選手はもう取り組む前から決めてたんですか、作戦は。 Actually I have one strategy for tonight. That is あります。That is win. たった一つの戦略は勝つこと。トーナメント決勝戦、菊田早苗 VS アリスター・オーフレイム。ガチ相撲に赤いパンツのあの男がまさかの参戦。孤高の天才、田村清志。ユーインター、リングスと渡り歩き、エースとして活躍。そして日本格闘技界最後の大物として総合格闘技のリングへ。不器用なほどに実直なその言動から、いつしかついた呼び名、いざ真剣勝負。見どころはどこでしょう。そうですね、やはり菊田選手がこう懐に入るのは一番の勝利への道だと思うんですけども、やっぱ相撲の醍醐味は、まあ、勝をよく大を制すですから、ここで見てみたいなと。見てみたいですね。さあ入れるかな。いよいよ本戦トーナメント決勝戦です。平成23年の秋、やってまいりました第2回史上最大ガチ相撲トーナメント、いよいよ秋場所の決勝戦、勝つのはアリスターか、それとも菊田か。菊田、両力士が両力士を後ろに下げます。1メートル95センチのアリスターか、それとも1メートル76センチ技の菊田か。行こう菊田選手、時間いっぱい。菊田選手、技をどう受け止めるか。菊田、よーい、ロボット。さあ立ち上がった、左に動かした、
選手は入る隙もなかったですね。右で押してそのまま倒れてしまった。もうひっくり返った感じですね。ということで2代目王者はアルスター・オフレール選手です。菊田さん、どうでした？トラックに当たってるの衝撃。トラックに当たってるの衝撃何にも苦いです。だってもうひっくり返ってましたもんね。もう初めての衝撃でした。あけぼの選手、いかがでしたか決勝？いや、面白かったですね、はい、面白かった、はい、どうすか、やりたい、楽しかった、やってほしいよ試合。次回だってチャンピオン倒してみたいでしょ。もっと横綱だ、絶対倒してみたいです。うわ、I think everybody wants to see this fight, right? Everybody? 見たい、見たい。うわ、やった、見れるぞ第3回で。さあ、ということで今回はアリスター選手が優勝なので、藤原さんチームに10点差し上げます。